眠った。ピカチュウ起きて。ピカチュウ起きるんだ。ガスヤーっとなってる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ってことで今回はこのサントアンヌ号下と上行ってみよう。一部屋一部屋回っていくよ。びっくりした。ムッキムキや。俺の相棒ゴーリキはごっつい力持ち。すごく重い輪だってよ。軽々、軽々動かせるぜ。その技マシンをください。めっちゃ笑うやん。かわいい。笑顔がかわいいです。いいね、いいね。あの男の人よりよっぽど頼りがいありそうな感じする。ん、これは戦闘になるパターンでは。船乗りに喧嘩はつきものだ。やるか？女の子に喧嘩を売るんじゃない。それは男らしくないぞ。船乗りの大輝が勝負を仕掛けてきた。船乗りの大輝、ヤドン。かわいいヤドン。なんかさ、ポケモンのあの、公式のチャンネルでさ、あの、ヤドンの歌みたいになってやん。私あれ結構好きやったんやけど。なんか癖になるよね、あの曲。なんか、ヤドンの曲と、ミミッキョの曲、うわぁ、やばい。やばい。その二つがめっちゃ好きで、一時期超聴きよった。やばい。レベルを上げたい石つぶてを、石つぶてをやられてしまった。いけ、葉っぱかった。あのお姉さんのとこに行ったら回復してくれるかな。じゃないと、お、EV がレベル21。お、スピードスターいいやん。さあ、何を忘れさせるか。じゃ、ここは体当たりをちょっと忘れさせましょう。1、2の、ポカン。EV は体当たりの使い方をきれいに忘れた。そして、EV は新しくスピードスターを覚えた。いいね。おし、いい勝負だった。バレバレとしているね。まあ、王を引かないのはすごくいいことだと思う。ははは、お前も船乗りにならんか？確かにね、格好は、お揃い？お揃いなのね。なるほど。なんか女の人はおらんのかな、船乗り。私とりあえず今、回復に向かってます。この部屋やったよね。あ、どうも、回復してもらいに来ました。ありがとう。いつでも回復してくれるの。いいわ、ありがとう。まあね、ポケモンセンターまで戻るの結構大変やもんね。さあ、そしてまた下へ。行きます。何部屋目まで行っとったっけ？二部屋目までかな。はい、三部屋目。お、アイテムが、ああ見つかった。こういう元気な子供、俺は好きだぜ。ありがとう。作業員の方ですか。電気屋の親父の高利が勝負を仕掛けてきた。ってことは電気ポケモンか。コイルー。電気ポケモンということはもう石つぶてで行くしかないっすね。はい、岩落としを。これ多分今回でレベル上がるんじゃないかな。ふっ。岩落とし。弱っ。え、弱すぎない？岩だからか。あ、そっか、岩だからか。あれやん、電気タイプって地面じゃないといかんのか。突進。ちょ、待って、ちょ、今さらちょっと焦ってきたぞ。今さらながら焦ってきたんだけど、私はマチスに一体何で挑むの。何で挑むの。早く地面タイプの技を覚えてください、石つぶて。さあ、ここで二度蹴り。いいぞいいぞ、効果は抜群だ。なるほど、格闘タイプがいいんや。え、格闘タイプが何にいいの。電気ではなく、なんかもう一個タイプがあるってことかな、ホイル。
電気に対していいんやったら、ね、ニドリーナも育てていきたいけど。ほい、石つぶてレベル17、やったね。またしてもコイルですか？そのまんま行きます、私。はい、そのまんま戦う。さっきも見たぞ、その子。よし、コイン、二度蹴り。これで押していく。効果が抜群なことは分かったからね。いいぞ、いいぞ。え、体当たりなんかに負けんよ。はい、二度蹴り。オッケー、一発目で効果は抜群だ。ニドリーナももうちょっとレベル上がりそうやね。負けたぜ、目が開いたあかんのかと思った。どうも、そのまま元気な大人になれよな。ありがとう。活発な女の人になります。アイナは何でも直しを見つけた。こっちは人の部屋のものを漁りまくっていく。アイナは PPA だを見つけた。いいぞいいぞ。はい、そして、あ、ここも戦闘か。船乗りだったポケモンぐらい持ってるぜ。まあ、持ってるでしょうね。船乗り持ってそうだよ、普通に。水系のポケモンとか。船乗りの達郎が勝負を仕掛けてきた。コダック、ちょっとさっきはヤドンか。ナチが負けたの。とりあえず、不思議種を繰り出して行きたいと思ってますね。あ、ちょっと待って、ピカチュウの方にしよう。しかも不思議だれじゃないし、不思議そうやし。いけ、ピカチュウ。とりあえずピカチュウの方がレベルが低いっけん、こっちをそれ捨てていこう。不思議そうは多分しばらく余裕や。ピカチュウ今回でこれレベル上がるんじゃない？勝てばやけど。いや、勝てる勝てる、大丈夫。ピカチュウ電気ショック、いいぞいいぞ。やったね。しかし結構これレベルか、レベルでご利用されてるか。いけ、ピカチュウ電気ショック。よしよしよし。これなんかちょっとピカチュウがこっちを振り返り気味になりそうなのが可愛い。はい、ピカチュウレベル18。ちょっと強力な雷技をいろいろと覚えていってほしいね。お、光の壁か。光の壁はあれよね、防御系よね。いや、いいよ、このままでいきます。お、ミュウがレベル15、いいね。ニョロもこのまんま行くよ、私は。よし、こいレベル高い。ニョロもでかっえ、ニョロもでかっ。ちょっと待って、回復する回復する。傷薬をちょっと、はい、ピカチュウに。これは塗り薬なんかな、食べるんかな、ちょっとわからんけど。喜んでる、よかったよかった。しかしここでまたね、レベルでご利用しされる可能性。いけ、ピカチュウ電気ショック。お、いいぞいいぞ。次の一発でやっつけ。あー、ちょっと待って、眠らさないで。あー、眠った。ピカチュウ起きて。ピカチュウ起きるんだ。あ、すやーっとなってる。お、起き、起きない。むにゃむにゃ。この衝撃で、この衝撃で起きない。はたかれても起きない。はたかれても、あ、ちょっとピンチで泣きそう。寝てるのに寝てるのに泣きそうなの。今起きてたのかな、もしかして。いや、寝てる。全然寝てるよ。交代の瞬間だけ起きやがった。なんてこった。もう不思議そうはね、全然動じることもなく。カッパカッパー。よしよし。水タイプ相手やったらね、いくらでもいけそうな気がするんやけどな。お、ニドリーナレベル20、いいね。20突入したよ。なかなかやるじゃねえか。ありがとう、褒められた。俺たちのポケモンは海に出た時に自分で取ったものばかりだぜ。自分でニョロもいいな、欲しい。お、いい傷薬ゲット。ニ
ニョロモをゲットして順調に育てていきたいです私。お、これで最後の部屋かな、下の階。どうも。海のものとも山のものともわからない新入りさん、私が持ってるのは海のものばかりです。確かに私の持ってるポケモンたちは海のものとも山のものとも言えないような。釣り人の和彦が勝負を仕掛けてきた。お、土佐金刀。さあここは杉草で行きましょう。ピカチュウ今ちょっとピンチやけんね。ちょっとピンチやけんね。杉草で行きます。しかもまだ寝てるのか。起きろよ、そろそろ起きろよピカチュウ。さあ行け。おー、はい、葉っぱカット。行け、一発。いいね、気持ちいいね。よしよしよし。さあ次はタッツー。いいね、タッツーかわいい。まだ見てないけど。かわいいからタッツー。よし、来い。葉っぱ買ったー。あれだな、やっぱり水系のポケモンは基本浮いてる子が多いな。どういう仕組みかはよくわからんけど。チッ、釣り逃したよ。何、うまいこと言ったつもりなのかい。あなた任したら釣り人の付き人にしようと思ってた。嫌です。そんなものにはなりません。これで下の階は全員回っていったっぽいね。ってことで次は上の階へ行こうか。じゃあ一旦ここでまた回復をしてもらってから。めっちゃ回復必要。そして起きてもらわんといかんしね。でも回復したらこれ状態異常も治るでしょう。ありがとう。さあということで私は上の階へ行ってきます。次は下の階は結構。あ、どうも。ボンジュール、私はこの船のボーイです。ご用を何なりともお教えください。無口な方ですね。なんかボーイさんって感じじゃないよ。もうちょっとなんかね、シュッとしていただきたい。まあ、こっち側出れる。あ、キッチン。忙しくって目が回る。頼むからあっち行ってくれ。え、めっちゃいい。オムライス欲しい。見てこれ。何この毒々しいバナナ。パイナップルはわかるけどさ。え、何やってんのこの人たち。せっせせっせ。俺は毎日芋の皮むきだ。あ、そういうこと。せっせせっせ。ちゃんとそれぞれの役割があるんやね。そういえば食いしん坊のカビゴン知ってる？あんなによく食べてよく寝るポケモンは他にいないよ。だから太ってるんだよね。シク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 玉ねぎですね。俺は毎日玉ねぎの皮むきだ。シク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 。ゴーグルとかつけたらいいんじゃないかな。ミシソワーズこれ。おっ、本、私がここのシェフです。今日のメインディッシュは関東の味、ニビアラレ。じゃあ、お客さんに怒られるか。ニビアラレ？あ、なんか落ちてる。シルバースプレーやったね。虫除けスプレーのさらに上のやつよね、これ。料理にかぶせる銀のドーム。クロッシュというもので料理を冷めにくくするよ。豆知識。ほら、そこの君、邪魔だよ。どいたどいた。普通入っちゃダメとか言われないのかな。衛生的に。さあそれじゃあ上の階へ行きます。どうも。この船は世界各地のポケモントレーナーが乗ってる憧れの豪華客船。港に着くたびに招待されたトレーナーと交流パーティーをしてます。で、私はそのうちの一人なわけだね。招待されたトレーナー。まさきの代わりだけど。世界中を旅してきたが、眠ってばかりのあいつを見せたときは、本当に呆れた。とびきり大きくて、まん丸なポケモンだった。早くカビゴンに会いたいわ。でも、進化前のゴンベ可愛いよね、めっちゃ。これには多分出てこんのやろうけど。どうも。俺が釣った自慢の魚を見ろ。あ、後ろにモンスターボールが落ちてるのが見えた。釣り人の高文が勝負を仕掛けてきた。あれ、さっきも高文じゃなかった。そのせいかな。似た名前なだけかな。ホイキングなんかで挑んでくんなよ。
この回で全てのレベルが上がりそうな気がする。ってことでピカチュウを繰り出していきます。さあ捨てておいでピカチュウ。多分あいつは跳ねることしかできないから大丈夫だよ。あ、体当たりができたか。体当たりはできてしまったか。いけ電気ショック、一発。効果抜群。いいねいいね。そしてこれだけ。あ、石すべて今回だけじゃ無理やった。コイキングじゃ無理か。もう空っぽ。早いよ空っぽになるの。パーティー？戦場パーティーはもう終わった頃じゃないかな。マジで終わったの？私がこうやって回ってる間に？なんてこったい。アイナは元気のかけらを見つけた。やった、こんなものもらってっていいの？今年物じゃない？大丈夫？はい、そして何やってんの？ゴミ捨て？細い木なら達人の秘術、草切りで切り倒せる。ん？毛さ切りか。毛さ切り？居合切りじゃなくなったの？え、技の名前変わった？人間を乗せて水の上へ走るポケモン。見たことあるあるよ。中国の方ですか？中国。実際に中国の人であんな喋り方の人見たことないけどね。片言ではあるけど、あんなんじゃないよね。なんか、ご丁寧に椅子の上に置いてあるんやけど、モンスターボール。若者との勝負こそ人生の楽しみ。まあ、その中に私も加わったわけですね。お相手しましょう。ジェントルマンのスミスが勝負を仕掛けてきた。ポニータ。ってことは、誰で行く？石つぶてで行ったんでいいかな。いいかな。じゃあ岩落とし。方が先か。一系岩落とし。いいぞいいぞ、効果抜群。炎タイプにはいい感じやね。あー、回復しないで。回復しないで、せっかく与えたダメージが何もなくなってしまった。そう、じゃああと1回。お、もう回復はないわけだね。オッケーオッケー、いける。岩落とし、よし、効果は抜群。そして今度こそレベルアップ。石つぶてはレベル18に上がった。いいぞいいぞいいぞ。もうちょっとでレベル20になるね。いい勝負、若返るようだ。やったね、私と戦ったおかげで。15年前なら私が勝っていただろう。そういう自慢いいです。年のせいにしないでください。君は強いポケモンと珍しいポケモン、どっちに勝ちを感じるかね。個人的には珍しいポケモン。ジェントルマンのパーカーが勝負を仕掛けてきた。強いポケモンはレベルを上げればいいけど、珍しいポケモンはなかなか出会えんかったりとかするけどね、なんか持ってるだけで勝ちな感じがする。さあ、それじゃあ不思議そうに入れ替えていきます。さあおいで、おいで不思議そう。ここも一匹だけかな。ならあっという間にサクッといけるね。葉っぱ買った。サンドかわいい。よし、効果抜群。あとちょっとでここもレベル上がりそうやけどね。不思議そう。やるものだね。ありがとう、お褒めの言葉をいただいた。私は珍しくて強いポケモンが欲しいね。まあ、金備えていいならね、そりゃそうだね。お、金の玉や。やった、ごめんね、もらっていくね。勝ったからもらっていくね。ほい、そして、おじいちゃんと孫かな。セキチクシティゴーパーク行ったことあるかね？行ったことない。何それ。セキチクシティって誰やった？あそこは珍しいポケモンがたくさんいた。なるほど、行きたいな。サファリパークとかもあるかな。パパも僕もゴーパーク大好き。また遊びに行きたいな。ポケモン GO と関係があるんかな、それは。はい、そして、なんか向こう広かった。なんだなんだ？
店長さん見たんだけど、具合悪いって真っ青な顔してたよ。大丈夫かな、それ。ちゃんと動かせます船。結構多いらしいわ、船酔いする人。私、船酔いとかは特にせんねんよね、別に。大して何も思ったことがない。これは上に上がっていく感じかな？あゆな、こっち。お、なになに？いつの間にそっちに。この部屋船長室だった。船長さん、秘術って技を教えてくれる名人だったぞ。マジで？船酔いでぐったりしたけどな。船長さんに会いに行く前に、どのぐらいポケモン育ったか、俺見てやろうか。有無を言わさず。いや、いいけどね。別にいいけどね。3匹か。お、ピジョン。さ、ここはちょっとピカチュウで行きますかね。え、結構育てとるやん。レベル20やって。私のピカチュウより上やん。違う、石すべてじゃなくて。はい、ピカチュウ出します。いけ。まあね、ピジョンになってるもんね。あの頃ポッポだった君が。懐かしき。あ、しかも結構効く。やば。いけ、ピカチュウ、電気ショックだ。うわ、やばくない？効果抜群でこれよ。え、ちょっとよろしくない。ほら、しかも命中率下げられる。やばい。ちょっと待って、頑張って、ピカチュウ。ピカチュウ、電気ショック。あ、10万ボルトとかが欲しい。非常に欲しいです。あ、どんどん下げられてく。でも攻撃はしてこう感じかな。いけ、電気ショックだ。当たらない、つらい。そしてさらに下げられていく命中率。ふ待てよ。あー、やばい。あー、ダメージがピンチで泣きそう。大丈夫、ピカチュウ、電気ショック。ギリギリ、やば。よし、でもよくやったぞ、ピカチュウ。さあ、そして謎の草か。これはちょっと入れ替えで。あ、そっか、私鳥ポケモンをもう下げとったんやっけ、後ろに。ということはニドリーナでいきます。よし、来い。いいな。ここで謎の草相手にどうしましょうか。謎の草もレベル20。マジか。マジか。いけ、二度蹴り。弱っ。やばい。弱すぎ。びっくりするぐらい弱いんですけど。出たよー。出ないで、ニドリーナ。ちょ、待って、イーブイ酔いで、イーブイでご利用し行こう。イーブイでのご利用し行こう。よし。さあ、ここで何を繰り出していくか。スピードスター、いけー。よし、いいぞ、いい感じ。今にちょっといい感じ。はい、そしてまたスピードスター。あと1回いけたら、やっつけれそう。さあ、いけ、スピードスター。ゴリ押し、ちょっとやめて。ここでいい傷薬とか使わないで。あー、満タン。満タンに回復してく。つらい。くそ。粘るな、謎の草。よし、これで今度こそあと1回でいける。さあ、スピードスター。いけー。よっしゃー。オッケー。いいよ、イーブイ。お、ミュウがレベル16。確実にレベルを上げていく。ピカチュウ、ピ
カチュウか、ピカチュウ、ピカチュウね。なあ、とりあえずこのまま行きますか。よし、おいで。さあ、スピードスターだ。ピカチュウとイブイ同じレベルや。いけスピードスター。よし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 、いいぞいいぞ。でこれバックで傷薬をイブイに、イブイに傷薬使っての、ここでまた やめてー。はい、ここでまたスピードスターを。あ、やばい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 。あ、2回目やめてー。あ、耐えた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 。イブイスピードスター、よし、いったー。ちょっとギリギリやったね、危ないね。よしよしよし。え、え、嘘だろ。ほんとです。そんなびっくりせんでも。アユナってなんか結構強いよな。いや、なんでもない。ちゃんと船長さんに手術を教えてもらうんだぞ。ありがとう。ちょ、悔しいとか思ったかな。イーブイは誇らしそうな顔でにまりスマイル。ありがとうね、イーブイ。助かったよ。誇らしそうな顔してくれてありがとう。ちょっとね。ちょっともうちょっとでやられそうな感じにもなっていたけれど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。多分その秘術っていうのが何なんやろう。波乗り？え、でもさすがにまだ波乗りは覚えれんか。多分フィールド上で使える技なんじゃないかなーとは思うんやけどね。